ございます。キリンレースのような優勝戦メンバーでしたけども、見事決めましたね。そうですね、はい。今のお気持ちいかがでしょうか。いや、もう、ものすごく嬉しいです。はい。まずは、試走は 3.33 でした。手応えありましたか。はい、そうですね。昨日から、立ち上がりをちょっと外さないように走った方が、長期戦が伸びる感じがしたので、はい、良かったです。はい。スタートの切りはいかがでしたでしょうか。スタートは練習全然切れなかったんですけど、もう普通のスタートでいいと思って切ったら意外と切れました。本日いいスタート切れましたね。そうですね。はい。本日のレース展開振り返っていかがでしたか。やっぱり立ち上がり外さない方が直線が伸びる感じがしてたので、いつもより小さいと思うんですけど、その方が良かったですね。次節は11月14日から行われる伊勢崎でのレースです。意気込み含めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。次節も全力で頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。見事優勝しました朝霞純選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。